雇用手ニュースエブリーは、鹿児島読売テレビで放送されている、鹿児島ローカルのニュース番組。2010年3月29日に日本テレビ発の夕方のニュースが、ニュースエブリーに変更されたのに伴い、雇用テニュース、リアルタイムからタイトルを変更。全番組からの変更点は、ジングルやテロップ類程度に止まり、キャスターや開始時点での放送時間はそのままとなっていた。 再放送日本テレビのニュースエブリーからのネット受け返し当初の出演者は全員、雇用でニュース、リアルタイムから続投。以前は16時53分18時15分に放送していたが、2017年4月30日からニュースエブリー第2部の開始時刻が3分拡大したことに伴い、当番組も3分拡大した後に、2020年7月6日からニュースエブリー、 第一部の月曜から、水曜のネット開始に伴い月曜日から、水曜日の放送開始時刻を1時間拡大。地域に密着シンガーを続々、南日本新聞2016年3月27日、長官15面、エブリー、ボイス2011年6月15日雇用手、鹿児島読売テレビ YouTube2016 年10月3日から2018年3月まで、日本儀と各州で、 メインキャスターを担当。2018年4月から2019年1月31日まで、天気キャスターを担当。2018年12月から2019年3月までは、天気キャスターを佐野と、各州交代で担当。2019年2月以降は毎週担当。2019年4月以降はキャスターを担当。テレビ、新潟元アナウンサーの大平まり子とは、別人。 岡本アナウンサーから報告。YouTube ハット岡本さん。鹿児島読売テレビ。2017年10月26日閲覧。ありがとうございます。